どうも皆さんこんにちは、本当にたくさんの方が来てくださいまして嬉しいです。で今日はやはり90分前後いただいてまして、できるだけ心を込めてですね、兄弟の33年間の最後の講義ですので、ハンドアウトを中心に、でハンドアウトは、うちのこちらに、今控えてくださっているドクターの山梨県の木本幸典君が、僕パワーポイントは操作あまり得意でないんで、まあオーソドックスのハンドアウトで普通今まで世代的には、講演したり発表したりしてきてますので、今日も一応ただハンドアウトはですね、パワーポイントでできるだけその私がハンドアウト中心にお話しする、局面局面をですねスライドで同じような流れの中で映していくくれると思います。で、一応右利きですので、これレーザービームじゃなくて、レーザーポインターでしたっけ、レーザーポインターのビームでそちらに映るかな、分からないですけども、とにかく、両サイドは無理ですので、ただハンドアウトを見ていただければ大枠今日の話はお分かりになると思います。それからハンドアウトだけでなくて、そのハンドアウトに盛り込めない内容はですね、スライドで補っています。ですからその時だけは特にスライドの方に注目してください。前置きだけであまり時間を取っても、いけませんので、早速ですね、本論の方に、講義の今日のタイトルは、最初講義のタイトルは科学哲学から見た言語理論の批判的検討、サブタイトルは言語科学の未来に向けて、このタイトル通りにですね、心を込めてお話できればいいと思いますけれども、でちょっと見にくいと思いますけども、最初の時間の関係で引用は私の2000年の認知言語原理からの、端書き序文の引用です。でこれも最後にまたこの序文との関係でお話しできることがあればと思いますけども、で今日の最終講義の内容はですね、参考文献、これはスライドでは映してませんので、映しても小さくて見れないと思いますので、参考文献は皆さんが帰られてからもし興味おありでしたら、多めにでも、まあ、限界があるんですけど、ちょっと見てください。13ページ14ページから始まる、4種類か5種類作ってあると思います。最初はですね、構造言語学、生成文法、認知言語学をまとめたスペースの関係で参考文献です。で、それが14ページまで続いて、15ページの上、左上は生成意味論。これが認知言語学の話がかなり今日出てきますけれども、その認知言語学の背景になった、研究プログラムです。いわゆるチョムスキーの生成文法、構造言語学、生成文法の後、生成文法の左派として出てきた、この一般の方はなかなか若い方、ご存じないと思いますけど、ジョージ・レイコフとかラネカとか、私自身も生成意味論の時代から生きてきた人間でして、生成意味論からいかにその研究プログラムとして認知言語学が発展してきたか、で現在に至ってうねっているか、世界的にそういう意味で特に皆さんの大半の方は僕よりお若いので、世代的にも、文献もご存じない方あると思いますから、できる限りこれでも足りませんけれどもね、15ページから16ページの上の3分の1ぐらいで、その次が、今日は科学哲学の視点からお話したいということですね。ですから言語学の理論の変遷をですね、ですから科学哲学関係を一部16ページの、方から次のページの左上の4分の1ぐらいまで、でさらにどうしても科学哲学の哲学っていうのは大事ですよね。学問の背景とメタレベルとしての哲学関係を一部僕が今日の、講義で関係ある、ミニマムにちょっと挙げまして、それからさらに、認知言語学その他の言語理論は関連分野からも見ない限り、その理論の健全性とかですね、実証性、エンピリカルなその妥当性、予測性、やっぱり理解できない。裏付けとしては理想は脳科学その他の関連分野ですね、そちらとの関係でも考えない限り、理論の変遷とかパラダイムの評価はできない、学問の熟成も吟味できない。そういう意味で一応ちょっと僕なりに
注目する文献だけですけど、脳科学等の関連分野の参考文で、最後に右上18ページ、言語習得、やはり生成文法と認知言語学、歴史的にはこの辺りから純粋な理論的文法研究だけじゃなくて習得との問題で言語研究するっていう場が開かれてますから、ごくごくご存知のように言語習得、この分野もキリがないくらい、圧倒されるくらい国際的にも文献が出てる。ですから今日の講義に関係するものですねを中心に挙げました。で、私自身の兄弟を中心とする、過去30年厳密にはミシガンの院生の頃から CLS で発表してますけど、ちょっとその文献も入れてますけど、参考文献に、私自身のその例えば認知言語学関係の参考文献、それから生成未論、1972年ぐらいからミシガンのマスターの1年生の頃からシカゴリングイスティックソサエティ CLS が出てきた頃から僕もシカゴ行って、日本ほど荒削りですけどね、発表している研究とか、僕のミシガンの PhD、 これも生成未論の皆さんご存知ないんですけど、枠組みで書いてます。で、その当時もちろんレイコフがリーダーで、今日も一部出てくるかもしれませんけど、で、その参考文献15ページですから、個人的な研究歴も今日が最後ですし、ちょっとお恥ずかしいんですが、そこに挙げてます。で、科学哲学的にも僕は京大の33年間、その前の阪大の最初の職場の4年半ぐらい、講義でですね、実は今日のお話は、例えば京大の33年間一般教養とか基礎科目の授業であれ、総合人間学部の学部の講義授業であれ、人間環境学研究科の言語科学講座の講義であれ、折に触れて僕は、脱線したり復元して、科学哲学の今日のお話の一部は33年間あるいは37、8年大学に教員になってから話しています。ですから今日初めてじゃなくて、僕の研究歴として、一方では言語学プロパーの論文書いたり本書いたり発表したりしてきましたけども、同時に非常にセルフコンシャスというかメタ認知的にですね、気にして今日まで来ています。ですから自分なんで、その理由はですね、なんで構造言語学があんなにある時期ミシガンがメッカになっていて、チャールズ・フリーズとか、いろいろナイダとかですね、パイクとかミシガン・モーデって言って、その後、生成文法が出てきたら見る影もないように背景化していって、でチョンスキーが出てきて、今度はマサチューセッツの工科大学の方がメッカになって生成文法で、しばらくして今度は、しばらくっていうか70年代、中期あたりから認知意味論、認知言語学ですか、広いんでは、まあ、生成意味論を橋渡しにして出てきた。ですからそういう僕の場合には、世代的にはチョムスキーが出てくる頃から学部学生でしたから、でその浮き沈みですね、理論的な変遷、テクニカルな、どん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 変わっていくと信じられなくなったわけですね。怖いと思ったんですね、学部時代から理論とパラダイムは怖いと。ですから、個人的にはその科学哲学的な視点で構造言語学から生成文法、生成文法から認知言語学、そういう理論的な変遷そのものが怖いっていうか、ある意味では、惚れ込んでしまったらもうブラインドになってしまうんですね。愛と同じですよね、ある意味で、ね、ですからそのパラダイムと惚れ込むその思い込みは似たようなものであるということも、後で時間があったら締めの一部にお話ししたいと思います。皆さんびっくりする。それからファッションに惚れ込んだり、ある宗教に惚れ込む、入り込むのと意外と学問、同じじゃないですけど、学問のあるパラダイムに惚れ込んでコミットして人生を一生終えていくっていうのも関係あると。それぐらいそのパラダイムっていうのは広く取れば怖いと思います。ですから、言語学の研究だけじゃなくて認知科学的、ごめんなさい、そのあるいは科学哲学的な視点で常に昔から考えていく。今日は、個別研究というよりそういう流れを、それからお断りしたいのは、時間の関係もありますけども、もうすぐハンドアウトです、パッと入ってきますけども、ロンドン学派とかですね、プラグ学派とかですね、ヨーロッパ系の、例えば、構造言語学は今回変遷の考察にはできません。もう、取り留めもないくらい大きい問題の比較になりますので、イェルムスレッドのグロセマティックス、そういう原理学、そういうものもハリデーの
システミックな機能文法、体系文法、いい研究プログラムの分、思いつくだけで今挙げたんですけど、あるいはシャミアンの皆さんご存じないかもしれないけど、ロシア系の適用文法その他の、スラブ系の言語学とか、からヒロミのソシュールのヨーロッパ系の構造言語学の延長の言語論、そういうものは今日はお話しできません。ですから非常に限られた比較です。アメリカに僕は学部の4年生からカリフォルニア大学ラネカのところですけどね、黒田先生もおられましたけど亡くなられた、そこに4年生のそこを皮切りにレイコフがミシガンの最後の頃アンナーバーにいまして、ロビン・レイコフと生水理論のメッカになって、彼中心にマコーレとかポスタル、フィルモア関係者、そのスライドも後でちょっとハンドルに書いてないですけど、その時代に行きましたので、一応アメリカで僕も薫陶を受けて育っているわけですね。ですから学位の方もアメリカの BA とか MA、PhD に縁があったわけで、どうしても僕の限界っていうのはですね、そういう学歴からしてもですね、留学時代のアメリカの構造言語学に限定して、そしてその後のアメリカのを中心とする生成文法、もちろん生成文法それから認知言語学もアメリカだけではないですね、世界的にうねったりして、インタクトしてるわけですね、言語学者が。ですけど、主にアメリカ的なもの、理論の変遷に限定したその科学哲学的な考察っていうことになります。じゃあ早速、ここまでで時間食ってます、後で Q 出してくださいね、時間経つの忘れますんで、いい意味で急ぎます。で、一部は無理だと思ったら、申し訳ないですけど端折りますね。でハンドアウトはできるだけ細かく書いてますので、後で読んでください。もし例えばこのハンドアウトもうちょっと暗いですしね、スライドの方を見ても限界はあると思いますので、後で興味ありましたら参考文献も含めて見てください。で、実はこのハンドアウトのスライド分のもうこのハンドアウト分ぐらいのスライドを用意はしているんですね。200枚ぐらい用意してるんですけどね、ちょっと無理だと思いますので補うために、全部で200枚ぐらいになったんですけども、スライドでスライスしていったらですね。じゃあそういうことで、限界はありますけど時間の感覚でそのできるだけ大事なところを振り返りたい。で、ハンドアウト中心のお話はやはり言語理論の変遷に限ります。大体最初にクーンあたりを起点して、クーン以前クーン以後って言ってもいいと思いますけど、そのあたりのパラダイムの話からちょっと一般論で1ページ目の上で始めて、1の認知科学哲学的視点ですね、ここからスタートして、その後は構造言語学にちょっと生やしてくれて、その後生成文法と認知言語学を対比しながら話していきたいと思います。それで3分の2ぐらいまで話して、ぜひその後お話したいのは、じゃあ科学哲学的に見てこういう言語理論の行く末はどうなるのか、その選ぶ基準どこが妥当、どの理論が妥当なのか、妥当だと考えるエンピリカルな基準、経験的な基準は何なのか、それから時間ができたら、それ一般論ですね、最後の3分の1でもし許されたら一般論ですね、こちらの方が今日は大事なような気がします。あとで構造言語学から認知言語学までの今日のハンドアウトの真ん中部分は皆さん勉強すれば分かると、むしろ皆さんと一緒に考えたいのは後半の3分の1の科学的哲学的な観点から理論というのは何なのか、言語の科学とは何か、言語の定義というのは問題になります。後で問題にします。これによって、分かれるわけです。思い込みも研究の営みも、僕はそう思います。怖いくらい言語現象の定義さえもこの3つの理論で違うわけですね。そういう一般的な問題を考えたり、それから僕は怖いほどその学問と制度、教育、だから生成文法にコミットしたらどんな学生を輩出して、その学生が教官になって教員になって教壇に立った時、あるいは生きていく時にどんな人生を送るのか、これも昔から若い頃から考える。認知言語学にコミットしたらどんな人生観になるのか、世界観になるのか、制度上そのどういう教育者になってどういう学生を弟子を再生産して学会という制度の中に送り込んで、その学会がアンシャンレジウムになっても生き残るために、あるいは一応制度的にポリティカルにどう生き残るふりをするかっていうんです。あるいはその一見続いててもどの制度が学会として、講座として大学の
何々研究室として健全なのか、そういう話がすごく大事だと思うんですね。それは僕はクーンから学んだ。クーンはある意味でそれまでの科学哲学よりは社会歴史学的に科学の変遷を見始めた本格的に一人だと思います。で、僕もある意味でクーンと同じようにクーンのパラダイムは信用してる、盲信してるわけじゃないですけど、それをまあ手がかりにしながら、あまりにも有名になったパラダイムですが、学問とは何か、制度とは何か、学者とか学生の再生産とは何か、学会とは何か、これがこれから生きていく上ですごく大事だと思うんですね。教育に入っていく上でもですね、学会活動に参加する上でも人生そのものがこれで左右されるわけですね。はい。で、そういうことで今の一部ですね、パラダイムっていう言葉、これもハンドアウト、もうスライドの方も木本君適当に全部してもいいですから、僕の1枚目のその A ですね、このパラダイムをちょっと僕も今光の加減で読めないんですけど、うまくそこの一応語形変化表みたいなオーソドックスなパラダイム、判列形みたいなんですね。それから君は一応2番のような科学活動を支配する思考法と科学観、こういうのが君の60年の10ページで、それを君は70年の改訂版では、専門ボケっていう言葉、あまりにもパラダイムが曖昧だって批判されるんで、これは有名な話ですけど、これがやはり僕とか皆さんが考えるこのパラダイムを、もっと一般にはクーンがこの62年の本を出した科学革命の構造っていう画期的な本を出した瞬間に、その後からですね、そのみんなが拡大解釈、それが3番のある時代のものの見方思考法、これが社会科学的規定で、クーンはちょっと戸惑ったと思います。そこまでは流行ったら責任が持てない。で、専門武家っていう言葉に変えても、残念ながらなかなかそれが代案として流行ってるとも思いません。でも一応こういう考えが私たちをも支配してるわけですね。で、 B は読んでください。一応ナイーブに考えると、普通科学の歴史は全科学的な時代からパラダイムが成立して通常科学になって、変則事例、それを無視し続けてもいずれはそれに対して対処できなくなると科学革命のパラダイム、パラダイム交代で新しい科学の登場ということになるんですね。こういう問題を AB の問題をやはり、考えたいですね、皆さんと一緒に。で、 C は理論不可性、これはですね、やはりこれはハンソンですね、言葉としてはこの理論不可性っていうのは、やはりクーンももちろん今の科学哲学の主流になっている考えだと思いますけども、一応構造言語学、生成文法、認知言語、ネガティブには悲しいまでに理解し合えないんだと。いいですね。これすごく大事なメジャーなパラダイムの考え方で、これも吟味したいと思うんですね。最終的に僕は部分的には理解し合えるっていう立場を取りたいとは思うんです。ちょっと僕は楽観的です。ペシミスティックではない。で、これがですね、最後にもし余裕があったら、皆さんが結婚されてたら奥さん、旦那さんと分かり合えない、その協約不可能性にも通じますし、ボーイフレンド、ガールフレンドともいずれ今分かり合ってるつもりで新婚時代とかデートし始めはルンルン気分でハッピーであってもいずれ分かることです。やっぱり協約不可能性なんだと。よろしいですか。ですから意外と僕は学問と世俗的な問題を、人生を混同して考えるタイプですが、決してこれ変な冗談じゃないです。僕は時々そう思います。やっぱり信じ合ってても、協約不可能性という科学哲学的なこの視点を考えたらちょっと楽になれるんですね、家庭生活でも。よろしいでしょうか。皆さんもそうだと思います。ある宗教に準じててもですね、楽になれると思います。あまりそれを比較しないことで、最後のうちは思考停止ってことですね。で、それはまあ置いといて、時間がどんどん経っていくので、で、次はもうちょっと大きい問題、これも僕前から考えてきて、特に今日のお話は2000年の認知言語原理と、山梨の2000年の認知言語原理と、あとでもし読んでいただけるんだと、山梨2002年の科学哲学の文献の中に入れている2002年の論文を読んでください。科学哲学的な論考も僕通点書いてきてますので、僕なりの考え方はこれを、今日のお話の一部はかなりこの2つの文献を拝見してます。で、2000年の中に表の位置見てください。結局初期の認知科学から現在の認知科学を僕なりに理解すると A と B です。スライドもいいですね、映ってますね。
スライドなりハンドアウトなりほぼ、一部を除いてこの順序で展開していきますので、飛ばし方も同じですので、で AB をも読んでいただくと時間の関係で、で表の1ですね、これに僕が2000年の265ページ第1期記号主義的計算主義的な認知科学、第2期は今第2期だと思う人いるかもしれないけど脳科学が好きな人が僕は冷めてまして、脳だけではない環境身体、これが第3次だから、第3期が僕は今 の、 認知科学の問題意識だ、主流だと思います。第2期はその一部になる脳科学的コネクショニスト的ニューラルネット的そういう関係の認知科学が第2期というのは、僕は認知言語原理でやはり序論でですね、脳だけが宙に浮いているわけではない、脳を持った人間が環境の中に身体も含めて埋め込まれてさらに環境とインタラクションしているって書いてます、認知言語原理で。その環境はうちの人間環境の研究家の定義にも僕は文部科学省にアピールするとき大学に作るとき書いたんですけど、それどういう文言で書いたかというと、人間環境学の環境というのは歴史的環境であり進化の文脈での環境であり、よろしいですか、物理的環境であり社会的な環境であり文化的環境であると。ですからそういう意味での環境ですね。で第3期のエコロジー的環境身体論的な認知科学はそういうことで、脳科学の脳も含むし脳を持った身体も環境も含むと、これが一番安全なコンプリヘンシブじゃないけど、1期2期3期になってだんだんその健全になってきている。で厳しいけれども、チョムスキーのここにおられたらチョムスキーの人決して悪口で言うんじゃなくて、あくまで学問的な論争っていうか意見の交換ですから、それは考えてください。悪口で言うんじゃなくて、僕の理解では批判的に言わせてもらえば、僕の理解ではやはりチョムスキーの生成文法とか構造言語学は記号主義的、依然として生成文法も計算主義的な認知科学、ここにとどまって制度的には現在も続いていると。生成文法はね、構造言語学は制度的にはあまり続いているとは言えない。ただ最後に認知言語学のお話もした後で、研究パラダイムもお話した後ですね、実はその認知言語学のあるアプローチは発想はですね、構造言語学を一部再評価できるというふうに僕は持っていきたいと思って、時間があったらどういうことかというと、認知言語学になってトップダウン的に抽象的にチョムスキーのように言語文法を定義するんじゃなくて、認知言語学がボトムアップ的に統計とかコーパスも取って、タイプフリークエンシー、トークンフリークエンシー、そういう頻度も取って、強いて言えばトップダウンよりボトムアップ的、途中からトップダウン的な処理もあるけれども、それは構造言語学の今から入るチョムスキーとか生成文法学者が批判したあるアプローチを再評価できると思います。ですから僕は自然科学のパラダイムの変遷のように安易にその、パラダイム交代していくということはないと思いますし、進歩主義的士官、保育士官ですね、保育士官みたいな進歩主義的なものは取りませんけど、科学は自然科学のような展開と違って言語は人間が関わる現象ですから、あいにそういう科学館では見たくない。だから構造言語学でも一部はよみがえってくると、いいアイデアは単純に構造言語学は終わったと、で生成文法の時代が来て、生成文法ももう古い、認知言語学は新しいという発想じゃなくて、認知言語学なり新しいところに来ると皮肉にも生成文法より以前のある言語観、構造言語、あるいは記述文法、規範文法、伝統文法の一部が評価されて見えてくるということがある。あるいは驚く人はいるかもしれませんけども、スキナーの行動シーンも一理あると、やはり行動のスティミラスも何回もその受けていくっていう、そこも見直さなきゃいけない。それでには僕は認知構文論っていう本にもさらっと書きましたけど、スキナーも引用して、ただスキナーのバーバルビヘイビアはダメだとは思わない。認知言語学までじっくりパラダイムの変遷気味すると、古い行動主義の一部もパブロフの犬の世界もみんな類人猿の研究もですね、評価できるようにまた見えてくる。だから今日のお話はそういう形でフレクシブルにみたい、単純にその学問がどんどん、ね、進展するわけじゃないってことですね。でじゃあちょっと飛ばして、大きい3、理論言語学の変遷で、ここで一応表の2にご存知のように教科書で習って、普通は構造言語学があって表の2ですね、生成文法から、認知言語学 A の方ですね、 B、C で、普通でしたら真ん中の段、構造主義は構造言語学と思いますよね。で生成文法から認知主義になったと思う、そういう教科書が多いですね。現にこう思っている人が多いと思います。チョムスキーは中心に。
ですが、私はある意味で依然として先生文法のチョムスキーの言語学は、後のハンダートの一部を見てもらえば分かると思いますけど、構造主義的です。僕の理解は広いんで、なぜかというと、そのトップダウン的にボトムアップからモデル構築仮説的なパラダイムにシフトして、文法のモデルとか頭の中の言語知識とか言語機能、そこから言語がどう発生されるかとか予測されるか、そういう点ではボトムアップからアップサイドダウンに革命を起こしたと、よく解説書にも書いてあるけど、それは一面であって、依然として統合論を中心に記号計算表示主義でトゥリーを書いたり、今だったらミニマリストプログラムでマージ、依然としてそういうミニマルな非常に細かいテクニカルなところを記号計算して表示して派生して、派生の経済性その他完結性の基準とかそういうのを出してやってるゲームのような感じがする。そのマージも含めたそのビジネスは冷めて考えれば依然として構造主義的です。ですからパラダイムの理解は難しいです。部分的にイエスノーです。先生文法は下に書いてある構造主義、認知主義、その一部が微妙にダブルっていう。しかも認知主義は先生文法のチョムスキーの、抽象的なトップダウンの認知主義じゃなくて、後からちょっと触れますけど、認知言語学の認知主義は身体論的で、環境とインタラクトした生物のそのインタラクションの経験から立ち現れるそのスキーマとかカテゴリーとかイメージ、イメージ形成、それが揺らぎながら分節化して記号系の一部に揺らぎながらなってくる。そういう点では認知主義って言ってもその違うわけです。僕の理解では生成文法の認知主義は頭ごなしで概念的に頭の中で考えた認知主義です。文法も頭の中にあって、計算機構も頭の一部にモジュールとしてある。これはスティピレートできます。言うことは簡単です。チョムスキーはそれの天才です。その、レトリックに惑わされない方がいいっていうのが僕の意見です。そうじゃなくて、ここでの認知主義はここに書いてないですけども、身体化された認知主義で、例えば経験が立ち上がって頻度が繰り返されて、その経験の一部がカテゴリー化されてスキーマされたイメージになって、やがてそれがトップダウン的な処理として予測していくと、認知的、薄っぺらな認知的な印象を与えるわけです。だからそういう意味で認知能力が進化の過程で立ち現れて、その一部が人、ホモサピエンスサピエンスの人の現代の赤ちゃん、人科の赤ちゃんの中に進化の過程で結果的に入ったところから認知的で、一部がイネイトだ、部分的には正徳的になったと言ってもいいわけですね。だから認知主義の認知というのは二次的だと思うんですよ。僕が考える認知言語学の認知はもともとは身体的、経験的、経験基盤主義的だって、それが僕が考える。レイク・フラネカーはもちろん同調してくれると思いますけども、彼らが言ったことを僕なりに広く焼き直したって言った方が正確ですけども、はい。でその次にもうこの辺はさらっといきます。構造言語学は真ん中、メンタリ反メンタリズムですね。あとその ABC 読みません、読んでおいてください。いいですね。機械主義的で物理主義的、つまり簡単に言うと、第一次言語資料がインプットで入ったら、分析者はその無限の物理的な音声の連続体から、音素を抽出して、ボトムアップに音素の組み合わせで形態素、意味を担う最小の単位を抽出して、その組み合わせでワードとかですね、語のレベルとか句のレベル、そこからやがてフレーズストラクチャー、句構造から文の構造、文法構造の発見、その途中で限界が来たっていうのがチョムスキー、その他の生成文法家の批判ですね。で、ある意味でそのボトムアップには限界はあったと思いますけども、それは客観的な態度ですね。ある意味で認知言語学のユーセージベースの一部と実は皮肉にもダブります。だから一部は再評価される可能性がある。で、急ぎで生成文法の理論の方は逆にメンタリズム、モジュール的アプローチ、記号計算主義、さっき言った読みません、時間がどんどん経ってきますので、後で読んでおいてください。次、反生成文法理論としてその後出てきたのがその生成意味論の研究プログラムで、生成意味論っていうのは若い頃のレイコフですね、ミシガン時代の、から UC サンディエゴの今もいるラネカー、からフィルムアはケースグラマーを出して、ケースグラマーは実は橋渡しになります、生成意味論への。いいですね。特にケースフレームのフレームはミンスキーのフレーム理論と同じような、ミンスキーにも影響を与えていますね。で、認知言語学のフレーム意味論にフィルムアがつながる。よろしいですね。そういう意味で、あとチェイフも文献に挙げてます、生成意味論家の文献。チェイフも実は今はサンタバーバラにいますか。で、会話分析、ペアストーリーその他のそういう研究の場を作った
若き頃のフィルモアもそれからチェイフもですね、意味論の意味構造の文法を書いて生成意味論です、チェイフ流の。だから不思議なことに今会話分析でも談話まで言ってる学者はフィルモアとかチェイフは特に広くなってますけど、そちらも生成意味論やってた。でラネカーもサンディエゴで自分流の生成意味論やってた、70年の前半まで。レイコフはミシガンでシカゴにマコーレがいて、イリノイにモーガンとかグリーンがいて、 MIT にロスがいて、フォコニエが UC サンディエゴでグローバルコンストレインツで生成意味論の PhD 書いてて、ミシガンのレイコフが中心になって CLS をマコーレと70年代厳密には60年代 の終わりから70年代の前半までうねらせて CLS が生成意味論の発表。ですから今日はただ独断と偏見で生成意味論を過大評価して言うんじゃなくて、あまりにも日本では生成意味論の勉強が足りない人が多いんで若い世代知らないと思うので、今日はいい機会だと思います。その生成意味論がいかに認知言語学への橋渡しをしたか、それが2ページから始まる。ちょっと急ぎます。生成意味論の研究プログラム、それは ABC 全部読みません。典型的には A、 言語的知識と言語愛的知識の区分は不可能である。ここから読んでください。これらの逆がチョムスキーの主張です。端折ります。チョムスキーの反対のことを、辞書的知識と百科辞書的な知識は分かれない、文法は意味とか語用の要因から D 分けられない。いいですか。で次のページまで飛ばしますね。HIJ、 これらを読んでみてください。いいですね。これらの中で生成意味論はやはりその恣意的な記述説明法は使ってはいけないってすでに言ってた。これはラネカーのコンテントリクワイメントの先触れですね。だから抽象的な目に見えない理論加工物をできるだけ避けるべきだっていうことまで言ってたわけです。で今日のこれ大事なテーマです。だから例えば生成文法の深層構造、目に見えない変形規則、目に見えないテクニカルな理論加工物である、派生という概念、目に見えない、派生の長さ短さ、目に見えない、これは大数学的なゲームがチョムスキーの中に入って、それが投影されて彼の文法観を作ってるっていうふうに僕は後で書いてます。いいですね。第一次同型性の語尾をしている、チョムスキーは大数学的な規則という形を数理的な投影して言語現象の中にそれを入れ込んで投影する語尾、いい名前つけられないけれども、後で生成文法はルールリストファラシー、ルールリストの区分の語尾とか絶対的予測性の語尾を犯しているというラネカーの、語尾ファラシーの基準も時間があったら触れたいと思いますけど、もう一つ僕に寄せれば、数理的な道具立てを現象に投影して説明した気になる語尾、うまく言えないですね。僕の卒業生の黒田君、今日も来てくれてると思いますけど、彼と話して第一次同型性のカルガーか誰かですね、確か黒田君、そうですね、そういう問題意識と一致するような批判ですね、はい。でそれで思い込んだらピグマリオン症候群的にそれが真実だと思って、お人形さんがリアリティがある実在物だと思うようにチョムスキーを思うところがあるかもしれない。ですからここにチョムスキーがいたら怒ってここに かけてくると思いますけどもね、幸い今いませんので、はい。で急ぎます。あとどれくらいあるんでしょう、予定時間としては気持ちは。あ、50分もあるわけ。あ、40分も、まあ、油断しませんけども、できるだけ、頑張ってみたい。で次が生成意味論から認知言語学へっていうことで、すいません、よろしいですね、僕やっぱりハンドアウトの方でお話したいと思います。ですからこの何て言うんでしたっけ、ビーム、これはもう許してください。特にちょっと届きにくいし、届いても何言ってるか分かんないですね、自分でも。ですから勘弁してください。ハンドアウト中心でよろしいですね。大事なとこ、ハンドアウトに書いてないとこだけビーム使ってちょっとピンポイントしたいと思いますけども、でその3ページの上の方の、ローマンのキャピタルの生成意味論から認知言語学へ、ここでちょっと、キモト君何番か分かんないけど、このセクションでハンドアウトに書いてない、その何て書いてあるんだろう、はい、これも普通のその科学哲学のただ理論的変遷だけ話したくないわけです。京大の33年間で僕が話してきたのはこういうことです。ですから、一般教養の英語の講読でも京大生はついてきてくれるんで、講読をストップして言葉の研究から生成意味論の話して、こういう話もしてます。ですから僕がミシガンに行った70年代
ですね、カリフォルニア大学を卒業した71年から75年までミシガン、アナバにいましたけど、この頃はベトナム戦争が激化して反戦運動、から理工系の学生たちが、やはりここに書いてあるように見えますよね皆さん、反体制的で、僕も留学する前は東京のある大学で、ロックアウトされて、機動隊が入って火炎瓶が投げられてて、ヘルメットはかぶらないけど納得したデモには出て、喫茶店で教会と喫茶店で生成ミロの本を亡くなった友人の原田真一さんという人と読んでたんですね。天才肌の原田真一さんという理由ですけどね、3つ4つ上の、で彼は若くして人生閉じちゃったんです自ら。ですけどもそういう時代ですね。ですからそのパリで言えば、もし稲垣先生たち、東郷先生たちにここにおられたら、やっぱりパリの68年からの余波っていうのがあって、日本も全共闘世代、僕はその世代でありますから、すごくこの時代はベトナム戦争にアメリカの学生が行って、理工系の優秀な人たちが生成理論に言語学の方では言ってるんです。例えばレイコフ、マコーレ、フォクニエは数学出身です。ただしレイコフは MIT の数学、 PhD はインディアナですけども、レイコフはダブルメジャーって個人的に言ったことで、英文学と数学を取って両方だった、これは素晴らしいですね。総合人間学の副専攻はこれに近い感じです。でちょっと飛ばします。ですから言いたいことは、生成理論のハンドアウトに書いてあるのは理論的な解説であって、僕が皆さんと考えてほしい、皆さんに考えてほしいのは、学問とか理論っていうのは時代背景、制度、教育、そういうそのサイトガイストっていうか時代精神考えないと、なんで生成理論に若手の、生成文法に馳せ参じた第一世代が走ってチョムスキーに反旗を、翻したのかって言ったら、彼らはチョムスキーの構造言語学と生成文法が面白いっていち早く馳せ参じ、いち早く反旗を翻した。それには理由があると思います。それは一番分かったと思うんですよね、生成文法の魅力と限界が。で生成理論を構築していくわけです。でその生成理論ってある意味で悲惨でして、文法の中に意味も語彙論も入れて研究しようっていう、ちょっと解説します。どういうパラダイムかっていうと、そのある意味で皆さんもこの歴史を振り返ったら、初期生成理論は、ぐじゃぐじゃだっていうか、どういうことかっていうとですね、チョムスキーは意味は置いとくと、談話、文脈、言語的知識も置いとく、統合論だけ形式的に見ていく、限定してモジュール的に見るわけです。ところが生成理論は意味とか言語運用とかコンテクストとか対話文脈とか見なきゃいけない、発話行為も考えなきゃいけない、そういうパラダイムですから、ある意味で、自己崩壊してもいいようなパラダイムだった。現に生成理論の生成をつけている限り自己崩壊、爆発したはずだし、 爆発したと思いますね。それが僕は良かったと思います。学問の一つのあり方です。ちょっと僕なりに説明します。3ページの上の方で、生成理論のから認知言語学、脱構築、いいですね、内からの言語革命って大げさに僕言ってますけども、そんなに思い込んで言ってません。初期生成理論ってその下に深層構造の統合表示を意味まで持ってった、意味的な抽象表示まで行こう、で変形で全部つなげと、それをグローバルコンストレインという制約、派生制約で、規制しようっていうふうに出た、いいですか。でモデル解釈意味論、後で否定するんですけど、ダメだ、いろんな実験するわけです。論理学者のモデル解釈意味論を使わないといけない。なぜならば生成文法の意味表示ってのは違った意味でのマーカリー、記号表示でしか過ぎない、意味じゃない、モデル解釈で現実の真理値とか指示値と結びつけなきゃいけない、真剣に考える。それから自然論理、ナチュラルロジックを考えようと、形式論理、それからグライスの会話の公理、あの論文が出た時会話の概念、この概念も入れよう、推論も文法との関係で入れよう、それから前提条件との関係で文法性の、適比を相対的に考えよう。文法性ってのは自律的じゃない、これが初期生成理論で、これで非常にパワフルな広い意味での生成パラダイムの中の左派になったわけです。である意味で自己崩壊していくわけです。なぜならば派生とか変形、抽象的な意味表示への意味表示への制約は無理です。数理系の人お分かりだと思いますけど、チョムスキーもそこに食ってかかったわけです。パワフルすぎる、可能な文法を狭めることができない、ゆえに言語習得の予測に、は無理だっていう奇弁を弄したわけです。その隙があったわけですけども、
これが結果的に良かったというのが僕の、なぜならばこの中で発話行為、オースティンとかサールのグライスの会話の概念、自然論理、みんな入れようとした問題意識が実は今の会話分析とか認知言語学以外の会話分析とか発話行為の研究とか推論の研究につながったという意味では、やっぱり豊かな問題意識を取り込んだワイルドな左派だったわけですね。でその次、精神理論はそういう点ではそのパワフルであったわけですけども、いいですか、その下、精神理論、精神的衣も脱ぎ捨てるっていう無理のあるタイトルで、精神的衣っていうのはジェネラティブセマンティクスのジェネラティブっていう形容詞をつけてる限り無理だってことですよ。いいですね。それで意味論も語用論も発話行為も会話対話の分析も文法研究の中に入れていくのは無理だ。でも逆説的には皆さんに言いたい、これが学問の後継的に考えればすごいパワーです。それがうまくいった場合にはうまくいったと思います。レイコフもラネカーもみんなその関係、フィルモアも認知意味論っていう、あるいは認知言語学っていう新しい、受け皿を作って問題意識とその方向性は捨てなかったわけです。捨てたのは生成パラダイムです。派生の概念、抽象的意味表示、記号計算的な表示法、これを捨てたわけです。よろしいですね。ですからただしそこ、生成意味論の研究プログラムの以下の主張は継承される。その後の英語はちょっと無理がありますけど、一つのクリシェですね。赤ん坊と一緒に湯水は捨てなかったわけです。よろしいですか。捨てたのはチョムスキーという生成文法の赤ん坊を捨ててごめんなさい、そうじゃないね、何言いたいんだろう、そうそう、僕もメタファーの研究やってるから考えなきゃいけない、ごめんなさい、もういいですね、言いたいことは。つまりその湯水としてのチョムスキー的なパラダイムの考え方、理論加工物、発想法、それを捨ててバスウォーターとして、で赤ちゃんとしての生成意味論が思考した問題意識ですね、文法研究を意味論、語彙論までつなげてやっていこうという方向、会話分析まで、これが良かったと思うんです。でその湯水ではなくてベイビーが ABCDG、 僕の2000年の原理の 6.4 節の僕なりにまとめてみまして読んでください。これが生成意味論の中で継承され大事な点ですね。前のページで繰り返されてますけど、前のページ でその次のラネカレイコフの引用、時間の関係で後で読んでください。僕の2000年の原理の本の引用も読んでください。それからその下の2000年の、引用ですね。でそこで言いたいことは今申し上げているようなことです。いいですね。でレイコフの今飛ばした引用は端折って言うと、今の認知言語学は生成意味論が生まれ変わった延長線にあるという、ウィン・ファイア&デンジャラス・シングスというあの本ですね、で言ってます。そこのページで生成意味論が生まれ変わったのが認知言語。ただし彼も僕もこういうふうに言うんです。正し書きで生成意味論は反省すると、モデル解釈意味論にコミットしたのは間違っていたと、派生変形規則そんな道具立てでやったのは間違いだ、はっきり自己批判した上でシフトするわけ。よろしいですか。それがすごく大事だと思うんです。自虐的にエンピリカルに間違ってた道具立てが、で認知言語学のパラダイムを作ったわけです。で生成意味論のレガシーっていうのが今言ったと、ちょっと簡単に言うと言語のゲシュタルト性、スクイッシュ、参考文献の生成意味論の文献見てください。レイコフ、スクイッシュはロスの、ファジーロジックは生成意味論で言ってます。レイコフが72年の、フレーム概念はフィルモアの核文法の論文、文法の相対性はレイコフの72年、これらはなんとその CLS の僕も発表していたミシガンの M1 の時に2回、その前後2回発表しましたけど、こういう論文がシカゴに、僕もグレーハウンドに乗って行ったり飛行機に乗って行って寝袋を持って行って発表しながら前後で聞いてた論文ですね。一生懸命死に物狂いでメモしましたけど、もう興奮してますね。面白くてしょうがなかった。パワフルでね、しかも危険でね、非常に危険だと思いましたけどね、ワイルドで。でその後も飛ばしていきます。ちょっと何言ってるか忘れたけれども、3ページの下の方、あとなんと20分ぐらい、あ30分 OK で、あと急ぎます。あと例えば3ページの下の方に、認知言語学の皆さんがご存知の問題に
そこの下の言語のゲシュタルト性のレイコフの論文以下が認知言語学の研究プログラムへ展開していったということです。いいですか。ゲシュタルト的文法観、カテゴリーのグレーディエンス、フレーム意味論、文法的判断の相対性と、さらに強調したいのはこの中に文劇批評理論、文学の研究者の方もちょっとお見えになっているようにお見受けしますけども、このパワーがさらに生成意味論からした語用論、社会言語学、自然論理等の研究、それから右上に行ってよく見えないけども間接的発話行為の研究、会話の概念から最後のフェミニズムとかポライトネスの研究、ロビン・レイコフがミシガンのにいた頃にですね、僕も授業を受けました。 CLS でポライトネスの有名な論文を書いて発表してですね、それから女性と言語と女性の地位という有名な本を書いてますね。だから生成意味論の枠組みで彼女が穴場にいた頃書いてた論文と本が今のフェミニズム言語学に火をつけている。からレイコフは皆さんご存知ないかもしれない、結構大統領 の民主党系の自分の引っ提げた生成意味論、最近のフレーム意味論、認知言語学に基づいて本を書いてます。よろしいでしょうか。昔はモーラルポリティクスという本を書いてて、最近まで政治運動の関係、政治学と言語、ブッシュ批判の本とかですね書いてるわけ。レイコフはただその認知言語学の騎士だと思ってる人は大間違いで、彼は生成意味論の頃から奥さんのロビン・レイコフと政治と言語的な問題も持ってるわけ。だから生成意味論って大げさに誇張して言うと、ものすごく結果的に現在のフェミニズムとか社会言語学とかポライトネス、政治の言語とかですね、そういう論文本の研究のうねりですねを作っているわけです。そういう点でも僕は魅力的なパラダイムだったなと、後自衛的っていうか後で思います。ですからちょっと時間割いて強調しているわけです。で、おそらく皆さんの半分ぐらいの方は認知言語関係の方だと思いますから、僕とのご縁でこの後の認知言語学の、ハンダウトの部分はできるだけ端折りたいと思います。で、この後からよろしいでしょうか。ちょっと急ぎ足していって、最後の10分ぐらいはぜひその学問と制度とか科学的な言語観とは何か、言語をどう定義するか、これで言語理論は変わるわけですよね。だからそういう話とか、文学関係の方がおられたら、文芸批評理論でなぜニュークリティシズムが出てきて、文芸精神分析批評が出て、マルクス主義批評に変わって、デコンストラクション批評に変わって、わかりますよね。それも実は同じ問題なんですよ。なぜパラダイムがコロコロ変わるのか。おそらく認知言語学的な視点をメタ的に見ると、焦点の当て方でどの理論も一理あると。文芸批評理論の変遷も生成文法、構造言語学、認知言語学もメタ的に見ればですね、思い込みでそのパラダイムはある事実と世界の一部にある視点を投影してしか見てないから、そういう問題を一緒に考えて今日の講義終わりたいと思いますね。それが今後の学問とかですね、教育、学生を再生産してどこへ送り出すか、学会活動でどこに参加して生きていくのか、人生でどういう人生観を持って、世界観を持って、倫理観を持って、科学観を持って生きていくのかにつながると思うんですね。ですから僕は最後のこの京大での講義はできたら単に言語理論の言語学の延長、未来をサブタイトルに考えるだけじゃなくて、皆さんと一緒に今というのは広い問題の中で、その一つとして言語学という科学も将来考えてみたいと、いろんなことを考えてみたい、それが健全な学問であるし、京大は特に自由の学風でその既存の発想から広げていくっていう伝統がある学問だ、大学だと思いますので、そこで僕も恵まれて縁があって今日までお勤めしてきたので、最後の10分ぐらい今ともいいですね。最後の10分前になったら絶対キューを出して、あと何分、20分ぐらい、20分ぐらいですね。じゃあ10分ぐらいでちょっとその生成意味論の延長の話はその辺で、ちょっとその次のそこに V の認知言語のパラダイムの前にスライドだけで補ったとこ行けます？そこに僕なんか書いてあったかもしれない、ちょっとだけちょっと送ってて、あ、ちょっと、戻って、はい、これがですね、生成意味論の
僕が留学したミシガンの1970年の初頭、アナバにいましたけども、レイコフとまだ離婚する前のロビン・レイコフ、仲が良かった頃、 UC バークレー移って お互いに自由になったみたいですね。ですけど、まあ、彼が中心になってマコレーがシカゴにいて、ロスが MIT で、レイコフとミシガンとMIT で電話してて、その頃はインターネットとかメールがないですから、例文を吟味してるわけです。高い電話代払いながら。で、ポスタルが IBM にいて、でフィルムはオハイオステートにミシガンの PhD を終えて就職して、ケースグラマーのアイデアを温めてて、マコーレの弟子がシカゴで PhD 取って、モーガン、グリーンがご夫婦だったんですけども、イリノイで、でレイコフは彼らを呼んで、マコーレは2年ぐらいミシガンに非常勤講師で生成理論の講義に来てて、でフォコニエはまだ UC サンディエゴ、 UCSD で先生ミロの博士論文書いてて、僕は学部学生で、ジルは、あ、これ J ですか、あ、ジルですね、フォコニーはそうで、ラネッカーはもうイリノイから PhD を終えて、自分なりの先生ミロこの頃書いていた頃です。だから ある意味でネットワーク作ってるわけです。だからチョムスキーのようなカリスマが一人いてっていうんじゃなくて、こういう形が一つ面白い、どんな学問分野でもありますよね。分野によってこういうふうにある頭脳が集まってネットワーク作って、ある研究プログラムを作って、次の時代を築いていく。ちょっと送ってみてください。これはハンドアウトに書いてない、余分かと思ったんです。はい、いいですね。はい、あとは飛ばしますね。で、認知言語学のパラダイムはご存知の人多いと思いますので、今日他の分野の方ごめんなさい、認知言語学に興味おありでしたら、参考文献のめぼしラネカーの本とか、私も書いてますけど、ラネカーとレイコフの本、そういうものを読んでいただける。で、早足で4ページ上から下、認知言語学の文法観というのは記号的文法観、これは言語の記号というのは意味と形式の直接の対応付けの、一見卑近な定義に見えますけど、実はすごく深いんです。これはちょっと端折ります。僕自身は認知構文論という2009年の本の序論に書いてます。この定義は序論と2章に読んでおいてください、もし興味がある。経験基盤心、用法基盤モデル、強いて言えばボトムアップ的アプローチであり、非線形的なゲスタルト的アプローチであって、親和性は脳科学、コネクショニズムとかニューラルネット的な文法感と親和性はある。いいですね。あとエマージェンスの概念を持っている、エコロジー的な文法感がある。でその下の ABC 全部読みませんけど、認知能力から言語現象を見直したい、生成文法のように言語能力が文字としてあるんじゃなくて、言語能力は派生的なものとしてエピフェノメナであって、運用能力とか一般的に認知能力から派生的に創発的に見るっていう発想、いいですね。ある意味でフッサーラの後期の大げさに言えば派生的現象学とか、メロポンティの知覚の現象学なんかとの親和性も大げさに言えばあるような気がします。で、後で最後に、実は認知言語学のパラダイムは私も学会作って、今一応皆さんと学会でも楽しんでますけど、研究もやはり一応海の向こうのこういうお話で皆さん印象を持って帰られるといけないので、私自身はなぜコミットしたかというと、やっぱり西田哲学の場の理論とか行為的直感とかですね、から僕はブラウアーの直感的数学っていうのは好きなんですね。やっぱりヒルベルト的な形式とか、ラッセルたちの論理主義よりもどう言われようと直感主義的なので、西田読むとなんかやっぱり直感主義的な数学について彼考えている。で、その佐久間かなえの文法もゲシュタルト的で、三井さんごの文法も僕は神話性を感じる、西洋から来たように見える認知言語。それからもうやめますけど、その前後しますけども、時枝ですねの言語化定説読んでびっくりしたのは、やはり素材に対して世界に対して視点を投影するっていう言葉を言語化定説で別の言葉で言ってる。それから時枝の言語化定説を批判的に継承した、三浦勤の言語認識論、認識言語論も僕は親和性感じるわけです。ですからちょっとだけ最後に皆さんと考えたいことの一つとして、スライドも作ってたんですけども、忘れないうちに Before I forget ですね、言いたいことは、実は日本の今言ったような発想の哲学とか言語観、文法観と認知言語学はすごく親和性を感じます。それから認知言語学のズトジの反転とか、そのベースプロファイルは、金沢大学の中村さんお見えですかね、昔笑い合いながら、四足ぜ空空足ぜ式っておられますよね。
笑うかもしれませんけど、皆さん意外とそのある種の宗教的な宗教観っていうのも世界観、宗教的なベースプロファイル的な認知プロセスの反転とかですね、スキャニングとかですね、視線のスイッチみたいなものと宗教の切り替えっていうか、ある宗教観の芽生える経験的基盤みたいなのに関係するんじゃないですから、僕自身はあまり普段は講義で言わなかったですけど、学会でも言わなかったですけど、その皆さんに笑われるかもしれないけど、思い込みが強すぎると飛んで散るかもしれないって心配されるかもしれないけど、僕は日本とか東洋のある発想と西洋のレイコフラネカー的なあの世界観、学問観、パラダイムは共通する。ゆえに単なる舶来品として取り入れるっていうんじゃないから、ヨーロッパに受けがいいですね、ある意味で。アメリカ以上に認知言語学はドイツ、オランダ、イギリス、その他北欧も含めて、でヨーロッパのアイデア、ゲッサルトもそうですね。だから認知のアイデアというのはアメリカが宣伝してオリジナリティはアメリカにあると言いますけど、アメリカの学者はやっぱり日本東洋とかヨーロッパにも受けるということは、意外と単にアメリカポッと出てきたパラダイムじゃなくて、ある意味で古い懐かしさというか、普遍的になんか思い当たるような問題意識を持っているパラダイムじゃないかという気がする。これは誇張です。でそうあってほしいと思いますけどね。ですから決して僕は留学したからその輸入品として認知言語学をこう紹介したり、それにコミットしてやってるとは思いたくない。いずれ逆輸入っていうか、輸出してっていうか、日本的な認知言語学館から発信していくっていうか、言語学会でそれをやってきてもいますけどね、一部の方は。そういうことですよね。それ忘れないうちに言わせていただいて、で認知言語学のパラダイムの後、次のページはもうちょっと時間かなり経ってきましたね。4ページの下がさっき言ったことです。認知言語学はチョムスキーの文法論のように言語能力、これの自立性から始めて言語習得も考えるんじゃなくて、これで UGU を考えるんじゃなくて、認知能力とか運用能力から総合的に見ていく。で僕自身の研究歴をちょっと紹介させてもらいますと、僕自身は認知言語学はもう一つ理由は、コミットした理由は、西洋で言えば昔の産学科、トリビウムですね。ですから上見てください、その5ページの左上に文法学とか論理学、レトリックが西洋の基礎的な学問であったと。それが右の角さん、日常言語というのはだから右の文法能力とか論理能力とか習字能力は当たり前のことで揺らぎながら入っている。だから皆さんにちょっと告白すると、僕結構意図的に本書いたり論文書いてきたつもりです。そのちょっと恥ずかしいです、清野さんの文法図の2を意識してたんです。僕は文法の側面で認知文法論とか認知構文論の本を書いて、論理と推論は推論と証という本と言葉の認知空間のあるチャプターで、一応やったつもりです。あまりはっきり論理的なものを狙うと言ってませんけど、でレトリックは比喩と理解で、あと生成未論の問題意識で、御用論という問題意識で発射行為の本書いて、意味論的には去年出たその認知意味論研究ですから、個人的にはですね、やっぱり生成未論にコミットして若い頃、まあ僕は運がいいっていうか幸せだと思うんですよね、結果論ですけど。でその認知言語学に興味を持ってコミットしたと。だから自分の研究はやっぱりそういう本とか論文になっているわけです。だからいい加減に、あと10分いい加減にその研究してきたんじゃないです。僕は結構メタ認知的に自意識過剰 の研究者でして、常に自分をフィードバックしながら、いやらしいですよね、でも不安なんですよ、狭い範囲で終わって死んでいくのがね、欲張りなんですよね。できるだけ音韻論、形態論、ちょっとそういう論文もありますけど、できたらできるだけのものを、欲張りかもしれないけど、見ないと不安だと。モジュール的にこう、チョムスキーは偉いですよね、死ぬまで統合論しか興味ない、ミニマリストで、やっぱりラッキョウの皮を剥くようにミニマルにミニマルにこうやっていくんですね。あれは崇高なまですごい、僕は逆の整理ですね。それは僕の育ちと家庭環境とその、学風ですね、縁があった、それがそういう整理、学問館作ってこんな本も書いてきたと、そういうことだと思います。皆さんも内省したらそういう自分の学問的な整理っていうのは感じることあると思います。これ大事だと思います。じゃあ急ぎます。でその後急ぐって言いながら急いでませんね、矛盾ですよね。
でもある意味で聖戦見るのははちゃめちゃに矛盾したところあったんですよ、まあ、ですから自然だと思いますね。自分が矛盾したことというのも正反合って考えていけばいいわけ、ね、でボディ・イン・ザ・マインドのところは有名な僕なりに大事な引用のところで読んでおいてください。これが認知言語学の身体論的言語観を言い当てている。飛ばします。で僕の5ページの下の認知言語原理の引用も読んでいただきたい。でイメージ文法っていう言葉で言っても認知言語学のラネカーがやはりサンディエゴにいて長い間今もいますけど常春の西海岸のやっぱりイメージ文法っていうのは僕もちょっと図を書いてますけど見てください。下の真ん中のツリーのような記号計算主義というよりゲシュタルト的にイメージの組み合わせで音と形式意味を直接その表示していくわけ。いいですか。イメージ文法ですよ。よく見てください。だからこれもイメージの記号計算じゃないかって言ったらそれは間違いです。これは二次元の紙にイメージの絵を描いて限界があるんですけどこれ三次元で描いてもいいし五感の匂いをつけてもいいわけですよ。とにかくなかなかこういう文法の研究はできないですけど道具立てが足りないから革命的なのはそのイメージ文法的な言語学を作り出したというのがラネカーです。でこれは最後に時間があったら言いたいのはスライドも作ってますけどラネカーがイリノイで PhD 取った後もう半世紀ぐらい UCSD にいるわけです。サンディエゴにそこは保養地です。ラホヤってサーフィンができて皆さん行ってください。すごい研究コンプレックスです。トコハルでだから発想も豊かになると思います。やっぱり寒いその、東部のチョムスキがいるようなところでできる学問は 工学系かもしれないし雪が降って冬はトコハルと違うで笑うかもしれないけど学問と風土って発想に関係するんじゃないの。生成意味論からスペースグラマーとか認知イメージ文法に至ったラネカーという学者は科学哲学的に考えたら身体的経験でメタレベルで言語学者としてスペース空間文法とかイメージ文法の発想をそのサンディエゴの風土が作ったかもしれない。そういう問題も僕興味あります。だから皆さんとか僕がどこで生まれてどこで育ったかどの風土の大学に行ったかっていうのは気候も含めて意外と発想に関係あるかもしれない。じゃあその次の生成文法のアプローチは、ほとんど飛ばしますっていうのはここの流れを読んでいただけばやはり僕が何を言いたいかが大体わかると思います。で、一つだけ7ページの図で皆さんがチョムスキー的なミニマリストの生成文法までつながるそこのテクニックっていうかレトリックをのからくりを言いたいのは生成文法というのはミニマリストのプログラムまで図の8とか図の9のようにまずインターフェースマジックです。つまり必ず真ん中にその言語体系自律的なシンタックス中心それをインターフェースの名のもとに運用系とか認知系体系そちらインターフェースを返すこういう図を書いていつまでたっても真ん中の自律的な系だけやる。これは工学的発想でもあって要注意だと僕は思います。これがあるからもう永久にねこの図式にはまった瞬間に例えばインターフェースを介して意味論を後でやります。インターフェースを介して語用論運用論やって会話分析も待っててください。今日心理学の先生方も一部お見えだと思いますけど三宮先生とか今井先生の顔も見受けますけどもやはり関連分野の人も僕が言いたいことはこういうインターフェースマジックの実験やって言語発達の仮説立てても必ず裏切られると思います。いつまでたっても真ん中だけやって約束してても空約束で意味とか運用系のリサーチにつながらない。で認知言語学は前のページの4ページの図は単純ですけど認知運用能力から言語能力っていう発想はインターフェースじゃないんですよ。発生学的に認知運用能力っていう生物の身体的経験から出てきた能力からマージしてくると文法の系とか意味の系とか運用の系がいいですか。そこがすごく大事だからネガティブな意味でこのインターフェースマジックのレトリックは酔ってはいけない。これにコミットしたら実験も何もかもある意味で期待できない結果はそういうことを言いたい。で次のページはゲシュタルト的非線形的な表の3は言葉というのは意味は単純には、足し算できないという話で飛ばします。いいですね。でその次のこれもかなり僕は厳しく言ってますけどそのチョムスキーの F ですね8言語観ここは理想化アイデアライゼーションだから
その運用面は飛ばし置いとけということですね。理想化された話者と聞き手の目に見えないその早とちりとか運用面を置くわけで、記憶の限界とか。ところが認知言語学は、僕の時間あったら最後に運用文法っていうのを僕始めてまして、オンライングラマーとか時間軸に沿って早とちりとか、やっぱ言いよどみとか言い間違い、だから今日の最後に時間あったら総論のところで僕がちょっと始めてるのはですね、研究としてクリニカルグラマーとか、あと5分ね、は言いたいことはですね、理想化のこういう発想では言語科学の未来はやっぱりないと思います。綺麗なゲームとして続いても、やっぱりそのオンラインで運用面のその記号形を自律的に見ないで、しかも記号形っていう言語はある意味でその揺らぎの中の一部です。だからこの後のハンドアウトに書いてあることの一部を言いますと、言語の定義っていう問題もちょっと今時間の関係で言います。言語とは何か、これも命がけで考えないと一生棒に振るくらいそのリサーチが無駄になる場合があります。それは認知言語の言語観は代数学の形のように記号形を言語として考えて、ルールの組み合わせで記号形の文ができるとかセリフができるって考えない。そうじゃなくて、一部は身振り手振りとか、いいですか、一部はジェスチャーね、身振り手振りとか、それも入って断片的な発話の音連続があって、時々身振り手振りと音連続が同時並行的に創発して、そういう運用面の現象として言語を定義しない限り裏切られるんじゃないか。これが総論のところで言いたいことで、僕が最近書いてる論文で言えば、参考文献の中のある論文で言えば、ご異論学会のご異論研究の論文ですけど、運用文法あるいはオンライン文法で、最近は僕それクリニカルグラマーという名のもとに研究したい、言い誤りとかね、心理学とか実験系の人は昔からあるようにやってるかも。それを僕なりに認知言語学の新しい文法理論としてやっていきたいと思います。で、次のそれが言語観がやっぱり言語科学哲学的に大事だということです。自分でどの言語観を持つか、言語っていう現象は何かを定義できない限りしっかり裏切られるということを繰り返していたわけ。関連分野の皆さん今日おいでだったら裏切られる。それは自然科学の宇宙の現象とかそういうものと自然法則の関係で期待してはダメだと。言語は社会文化歴史の中の産物であって、ノンバーバルも含めた類人猿動物の言語との関係をもっと緊張関係で見なきゃいけない。それも最後に書いてあります。で、林でちょっと5分ぐらいは追加でどうしても欲しいんでよろしくお願いします。で、その10ページの、プラトンの問題っていうところを見ても、よくできた循環論ですね。今日はチョムスキーの方がおられたらごめんなさいね、悪口じゃなくて学研究者の端くれの一人として自分の信念でハンドアウトに書いていってるんです。だから問い答え、このプラトンの問題は経験が不完全なのに有限の10年とかある期間で赤ちゃんは知能の差に関係なく健全な脳を持ってたらネイティブスピーカーになる、なぜだ、それは普遍文法があるからさと正徳的に。これはよくできたトリックで、ダジャレでちょっとウサギ、その下の僕の引用見てください、山梨2272、ウサギ、これがその習得可能とする原因、これを初めから防止人の脳の中に入れておいて、チョンスキーは手になそういう手品に出る、これはディーコンが言ってるわけですけども、この点でその次は僕の親父ギャグですけども、普遍文法の論理は、ハットトリック、いいですね、ハットっていうのは帽子のハットとハットさせるっていうトリック、いいですね、脳の中のハットの中にウサギという UG っていう普遍文法の知識、よくできた循環論、これに読むんですね、チョムスキーは。でもそれは刺激の貧困どころか、その発想が貧困だって言ったわけ。だって母親から与えられるデータは赤ちゃんに対してはノンバーバルも目配りも眼差しも含めて言語以外もあるから豊かな情報で、刺激は貧困ではない、そういう話がずっと批判的に生成文法に対して書かれているのがここから11ページ。それからもう残念ですけど端折ります。こういうことにもなるというのは予測してましたので、実は11ページの、ところからですね、もうまた目に入りますが大丈夫だ、安心してください、もうちょっとで終えます、皆さんもう少し我慢してください、もう少しで解放されますから、その、こういうことになることは予想してましたので、でも思ったよりまあまあ話したと思います。で、11ページの真ん中以降はですね、僕が構造言語学から生成文法までの言語習得理論とか言語の定義とか
動物の言語に対するもっと眼差しを持って人間の言語の研究をやり直さなきゃいけない、からジェスチャーとかですねノンバーバルの研究もやらなきゃいけないって当たり前のことを言ってるつもりです。それが認知言語学原理と2002年の僕の科学哲学の論文の中前後して引用してますので、それをぜひ読んどいてください。よろしいですね。これ読んでいただければ、原点で読み直していただければ、僕が言いたいことが、特に認知言語原理の第1章と第6章と第6章につけた40個の中ですね、40個近い中を読んでいて細かく、あの命がけでっていうか一生懸命書きました、僕なりの信念で、あの構造言語学と生成文法に対する認知言語学 の関連分野の問題意識も、これがそうです。でまとめの最後にちょっとだけ、その木本君すいませんね、もうちょっとですよ、11ページの上の、じゃあ僕らが一学生研究者としてどういう視点で言語学の研究 その健全さ、あるいはその不健全さっていうかな、それを見るべきか、で僕は最後にまとめの代わりに11ページの心理をして7のローマンの科学哲学的視点からの検討、それの必要で A、 ここ読みます、急いで読みます。 A から D のような状態になったら危険だというのが僕の理解です。2002年の僕の論文の中で科学哲学の17ページを引用します。事実の予測説明がの広がりよりもフォーマリズムのテクニカルな変更を修正するだけのそういう営みが続き始めたら赤信号ということですね。でアプリより先見的に提示されるメタレベルの仮説や方法論が強すぎて問題の言語理論の主張が実質的に反証不可能な状態に陥っている場合、やはり赤信号じゃないかし、哲学的なメタレベルのテーゼ仮説と実際の経験事実に関する予測と説明との間の実質的な隔たり乖離ですねが大きくなりすぎている場合、いくらきれい事と言っても実際の実証面と言ってる仮説それの隔たりがあまりにも大きくなった場合、 D 最後です。この言語その問題の言語理論が言葉の科学の関連分野の研究から有利し、その言語理論に対し関連分野が実質的な知見を期待できなくなった場合、やっぱり赤信号で、皆さんなりにこれにさらに EFG って付け加えられると思います。かつ僕の挙げたこの点は一部間違ってるかもしれない、限界あると思います。でもこういう問題で言語学であれ関連分野の自然科学であれ人文系の文学あるいはどんな研究であれ見ない限り、 あるところでパラダイムのシフトっていうのはやっぱり起こるんじゃないかと思いますね。それぐらい学問っていうのは怖いんじゃないかと思います。で最後にちょっとせっかくだから、パッパッパとスライドで用意したものを60枚から100枚ぐらいせっかく用意したんでちょっとだけいいですか、総論として皆さん両サイドであまりうまく映らないかもしれないですけど、科学哲学から見た、あまずこれがありがとう、これが僕がやりたいことです、っていうかやり始めたことです、オンライン的にやりたいってことを、ね、いいですね。で今のもう一回スライド見て、だから僕の言語観っていうのは共有される人多いと思いますけど、当たり前一見領域固有的に分化し文字的に安定しているように見える言葉の世界は記号の発言と変容のダイナミズムの中に見られる揺らぎの断面としての世界に過ぎない、この定義が僕の言語観です。だから言語というのはこれにノンバーバル、ジェスチャー、身振り手振り、眼差し全部入って同時並列的にそれが言語で見ます。記号形としてのそれはゲームです、大数学的な。だからチョムスキーの言語の定義とそこが違うというある意味で健全な言語観に持っていきたいから苦しい紛れに一生懸命考える。続けてください。あとさらっていきたい。で、ストップして。だからこういうことになるわけです。いいですね。全部読みませんけど。今までの分析はこういう限界があるということです。脱身体化され、時間を写真して、オンラインでない。運用的なように写真して、主観性を写真してる。あとは飛ばしてください。どんどん言ってください。で、あ、ちょっと前も言って。だから僕の運用文法オンラインプロセスというのはこういうふうに、時間軸に沿って代名詞でも変容して、単数形、複数形、どんどん言って。はい。これはもう見えませんよね。ちょっと、印象として、この辺は、言い誤り、ちょっと待って、戻って。言い誤りとか早とちりとかそういう例文を臨床的に見てるっていうんです。ご与論研究の、参考文献の中でご与論研究の、
という論文を読んでください。そこに大体これそこからの引用です。どんどん言ってください。もうすぐ終わりますけど、これはちょっと待って、はい、だからこういう分野の問題っていうのは認知言語学の問題にやっぱり関係するっていうことですね。ゆっくり飛ばしてってくださいゆっくり飛ばすっていうか、やはり別に複雑系の科学的なものっていうのをただ流行りで考えるんじゃなくて、最後の一滴だけ考えるっていうのはやっぱり川と他文献に挙げてますけど健全だと思いますね。でこれが時枝の言語化定説と、日本でも認知言語学的な言語化があったっていうことですね。これもそうですね。言語科学の展望で、西田のご引用は難しいですけど読み直せばもっと広い。西田の世界を見たら、認知言語学の限界はまだ主体と世界を分けて、主体客体分かれる前からっていう、やっぱり西田哲学的な発想に戻らないと、認知もそこまでいかないと今の西洋中心に流行っている認知言語学も絶対限界がある。僕らがやってる認知言語学もまだ限界がある。主体と客体とか世界の根源的な場から始めなきゃいけない、そのパラダイム構築がまだできてない。で科学哲学観点からの展望で、こういう問題を、だから一部は協約可能性はあるっていうのが僕の理論、付加的であってもエンピリカルに一部は実証可能だっていうのが僕の、だから僕はある意味でポジティブで、君を曲解して相対主義的な科学観ではないです。経験的基盤で実証は可能だと思います。実験も可能だと、そういうふうに見たい。いいですね。で、はい、ちょっと前持ってきて、これが、だから進歩主義的な、これは単純には受け入れないけども、はい。はい。この辺はもう飛ばそうかな。あ、これは面白いですね。ダブロフスカの、この文献挙げてますけど、言語習得の文献に。Language Acquisition Device、LAD ですね。言語習得装置は学校行かなきゃいけない皮肉です。チョムスキーに対してのシャレですね、アンチの。つまり最後に言いたいことは、この論文とか僕も批判的に言いたいことは、理論言語学者たちは大学教育を受けて例文も標準的な例文を作って、チョムスキーも僕らも、ところが教育を受けてないハイスクールのネイティブのブラックの人たちの学生さんたちですね、まあ、もっと身振り手振りとかいろんなストラタジーで会話の断片しかバーバルに使わないで、なんでこういうデータからやり直さないんだっていうのがダブロスカの、だから科学哲学的に言えば僕らってもっと、僕らは怖いんですよ。言語学科とか英文科とか国文科で標準的な文法を教育レベルも恵まれてて、そういう育ちが言語学者を作って大学で生きてると、だからいけないというのが反省点です。もっとの姿勢のっていうか、高校とか中学、恵まれない家庭環境の人のしゃべりをテープで撮ったら発話の断片、あとはジェスチャーだと、そういう例文に戻らない限りは言語学はゲームになるっていうことがこの論文で書いてますから、ぜひ読んでください。はい、そろそろし、そうですね、あとパッと送ってってやめますね。あともうせっかくだからパッパッと送って1秒ごとだったらいいんじゃないね。印象論的に、はい、本主義、聖徳主義の誤謬、これが生成文法のパラダイムじゃないか。でヒューマンショービニズム、戻って、人間中心主義の言語観、学問観、科学観が超好き。お猿さんの言語興味ない。人間だけだと、言語は、習得は。人間以外は人間みたいな言語は習得できない。これは差別的だと思うんですよね。規則の解体から見なきゃいけない。規則は立ち現れる。記号形は創発的に見なきゃいけない。で、開かれた形としてのは、ここでもうやめようかな。その最後に言いたいことはですね、認知言語学で僕がコミットしているのは、こういう分野が今、これから認知言語学が開かれた系としての言語研究として可能性秘めている。でレトリックはもうかなりメタファー、メトニームを中心にやってきています。これが認知言語学のパラダイムに火をつけたわけですけども、さらに下の方の研究もやっていかない限り絶対認知言語学の研究も限界が来ると思います。でこの後の40か50のスライドは木本君に叱られますので、一応ですね我慢して、残念ですけどね、機会があったら皆さんにまた、今日でお別れじゃないんで僕まだ生きていくと思うんですよね。学会でまたお会いできます。集中講義とかある大学にまた4月から勤めますしね、関西の。ですからそういう時お話したい。それから今ちょっと今日の講義の内容は本を書き始めてますので、いずれ近いうちにいろいろ原稿コミットしてるんですけども、今日のお話は本にしたいと思います。一部書いてますけど
時間がなかなかなかったんですよね。あ、最後にこれを兄弟を去るにあたってですね、新しい風は西から吹く。どうもありがとう。これさっき作ったんです。午前中に日本君たちと。カリフォルニア大学は西海岸、またバークレーとかサンディエゴ、 UCSD、 ミッドウェストも中西部だから、パイオニア的に中西部、イーストコーストに対して。だからチョンスキーは面白いですね。今もそのマサスチューセッツにいるけども、北国にやはりこういうところで、意外とフィルモアもレイコフもミッドウェスト、中西部で PhD 取って西海岸に逃げたわけじゃないけど、チョムスキーと距離を置いてるわけ。僕も偉い東京の恩師から距離を置いてるんですね。すごく幸せだったんです。僕は最後にこの講義を京大で終えるにあたって、これは一部洒落ですけど、下に見てください。京都大学も西日本にある。髪型ですよね。いいですね。だから新しい風は、はい、全員で西からその次、まあ、最後に送る言葉じゃないけども、だからちょっとその前のラネカ、フードと学問はこれだと思うんです。さっき言ったことはこういうこと。いいですね。僕もここで一応学びましたから。で、4年生の時1年間。で、これが最後。あ、これが最後。これも京大の学府っていうのは、ここが時計台ですよね。シンボリックな場所ですけど、フィールドワークの伝統があって、今西学、僕の時は霊長類、アフリカ学、梅沢忠夫の、彼若い頃は砂漠でテントを張ってますから、民泊を彼は作りましたね、大阪の吹田に。とうとう昔の南極越冬隊の隊長は赤堀氏はじめ、皆さんご存知ですか、越冬隊も京大の人材が宗谷という船に乗って南極行ってますよね。だから申し上げたいのは、意外とその最後の最後よ、これね。約束します、もう終わりますけども、何を言いたいかといったら、京大を去るにあたって、京大っていうのは本当に僕は恵まれています。ここで33年間っていうのは、認知言ワークのパラダイムと親和性があると言いたいわけ。ボトムアップ的で実証的で経験重視、この認知言ワークのボトムアップ的実証的経験重視っていうのは、ハンドアウトの飛ばした認知言ワークのところを見てください。ですから京大の皆さんもたくさんおられるし、京大外の方もおられると思いますけども、決して関東とか他を悪く言うんじゃなくて、僕はつくづく京大で縁があって33年間生きてきて嬉しかったっていうか、やっぱり認知言語学の研究をプッシュしやすかった。それは自由の学校で、関与しないしね、皆さん個人主義的で自由で、僕も自由に思いっきり研究教育できた。で、認知言語学的なこういう発想は、京大の伝統的なこういう研究とか人文献の研究ですね、国際日本文化センター、そういう関係でもつながってる。で、西田哲学の伝統もあるんだよ。そこで教えて研究できたことが非常に幸せであるし、認知言語学のそのパラダイムと実は京大の学風っていうのはすごく縁があったんじゃないか。またそういう形で縁を作ってもいいと思うんです。僕なりの意味付けです。誇張かもしれないです。だからそういうふうにイマジネーションで自分の研究の場、縁があった教育研究の場を意味付けて、これからも僕研究していきたいし、教育を続けたいと縁がある限り思います。だから皆さんもぜひですね、京大に限らず、西日本にいるかどうか関係なく、この京大の伝統の学風とか、今日お話したパラダイムの中の認知言語学の発想がいい面を持ってるんでしたら、それは必ずまた蘇ってくると思いますね。いずれ背景化して入らなくなっても健全なところはまた蘇ってくる。だからそういう問題意識で研究教育を皆さんもしていってほしいし、僕も元気な限り頑張ってやっていきたいと思います。時間が長期化して本当に申し訳ないんですが、これで私の33年間の京都大学の最終講義ですね、33年間の講義の締めくくり、最終講義をここで終わらせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。